はい、これが古い家です。この中入れるの？入れるじゃん、こういうの、うん、これ田舎の畑だけど、こんなになった。ヘビかちゃんとチェーンだもん障子じゃん、障子、うん、これ障子破れんの？こんな開けっぱなしの破れてる。でも、もっとボロボロになるかと思ったら土壁。玉ねぎがすごいじゃん。うん。うちんとこみんな腐っておいしそう。はい。どれ？うわ、すげえ、すげえ玉ねぎだらけだ。しっかり硬いよ。あ、柔らかいのもあるわ。あ、柔らかいのもあるわ。この上があれだよね。おかゆかかったとこね。抜けん？登っても。違う、やめとけよ。危ない。おお。あと。こんな感じの。屋根裏で。すごい数だね。すごいな、ここ。屋根こんな低かったっけ？なんかお宝探しようの？着るもんがまだそのまま置いてある。何が？帯とか着る着物とか。着物？おばあさんの。うん。私この辺にね、私がもらったアメバだ、サクーズだ、あれなのかなと思うんだけど、ここに置いといただけどないわな、もうすずり。すごいな。この梁がすごいね、梁が、家の梁。本箱はないよ、私見たけど。何が？本箱。本箱。こっちのか、うん、あんな誰か持ってってるやん。そうだよね、いい本箱と絵の本がずらっと並んどったもん。あ、源氏物語のやつ。そうそうそう、いい本があったのに。誰か持ってったよねか。うん。ぶら下がり健康器があるやん。どこに？これ本当だ。そのカゴを持ってけえじゃん。どれ？このカゴもらえばいいじゃん。何するの？畑。こんなしょって、しょってやることはない。で、畑なんかうちの前だから。なんかいらんじゃん。宮古向かまで行くならだけどね。乗ったの？乗った。こんな感じで縁側。なんか広いよね、昔の家って。うん。臼があるじゃん。ぱっと見ちっちゃいけど。ここが風呂、ここが風呂場だったね。風呂場。ほら。あ、本当だ。うわ、すげえ。お風呂場。しかも給湯器がないからここで焚き火して湯沸かしとった。こんな感じです。で、目の前が山で川があります。
要件もらってきたな。まだおばあさんの。あ？おばあさんの住んどった部屋を見て。こんなにもらってきたって、あんたが勝手に持ってきたね。玉ねぎがしっかりしてるもん。今高くなってきたね。じゃがいもも。じゃけな。あれだ。高橋さん来たね。うん、でお茶上がって上がってお茶を飲んで。今やまだ知らない田舎で呼ばれてきて。アケビ？アケビ。知らん。知らない。あの山頂にもあるよ。食べるんだよこれ。どうやって？え、そのまま食べれるの？中身を。この皮がね天ぷらにうまいだって。体に見ていいんだ。じゃもらったって見せてやって。え、どう？いらないの？どう？いらないの？いえ、いいけ、あったじゃん、誰か。何これ、むにゅってしてるじゃん、なんか。触るな、なんか食べて、種をピッタリ出す。初めて見る。私たちは、まあ、子供の頃はね、口に、ね、甘いんだよね。甘くて美味しいんだよね。久しぶり、もう、待ってました。え、この人、隣のおばちゃん。あ、ほんと？やすみさんの奥さん。私、すぐ分からない。私は知らない。ニット帽に。どこから取ってみるそこ今すぐ散歩に行くの毎日あのねここのね奥の方にある白いヘビがね出たからねだからそれ毎日拝みに行くの朝晩ねほから行ったら水路の方行ったら行ってもらえばいいじゃん通さってたからさからもらっていいんでしょ取る気でいっぱいあるけどまだ口開いてないからねこうなっていないからだから取ってこないけどた一個食べてみよう食べてみます美味しいんだよ美味しいほでね今取り立てだからいいよ本当体にいいんだってどうやって食べるの芋虫見て何なんかあのね虫みたいな種を出すのって切ってやるいい味だよね美味しいこれ天ぷら美味しいね美味しいの美味しい美味しい昔甘いものがなかったから美味しいでも甘いよ今も年中テレビでラジオで言うけどさ甘い栄養があるんだって栄養があるあ、皮に昔食べたよねうんそうそうあけび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 よかったね、とっておきにありがとうございます甘いでしょまずくはないよいい味だよ自然の甘さそうだよいい味だよこの白いのが甘い美味しいそうそう種は薄くだけどこの白いのが甘いんだすごいごちそう大とこかいじゃあみんなほらあれしてあ、今あんたで感じるあんたけほら挨拶したいから、今はもう、まさに忙しい。すみません、先に。あ、じゃあみんな座ってやるやつ。ね。すみません、楽しいひとときの前に、ちょっとだけお時間いただきまして、まずもって7月の統一地方選挙県議選では、本当に皆さんの力をいただきまして、無事当選を果たすことができました。それも一人に、おびらせる皆様の力、それがあったたわものだと、改めて、本当にありがとうございました。ありがとうございました。次回はね、次回はいつか総理大臣で作ったの？手巻き寿司かすごいでしょ。いや、すごいじゃん。梨だ。後でみんなで梨と柿だ。柿が困るんだ。すごいな、柿が大きな隠し。これ梨がすごいじゃん。650円したよ、道の駅で。すごいな。おじいちゃんおじいちゃん、楽しみにしてたのよ。すごいね。これは、中でも悪いけどいい？いいさ、いいさ。いいよ。
私、はつみちゃんと多いからね、竹山さんに言ってたんだ。思ってた。よかった、よく会えてよかった。もう最後だって言うしさ。そうだよね。あ、よく来たいなと。元気だったね。そうそうそう。さあ、そろそろ乾杯が。やっぱりこれ低いな。これだね。マキさんでしたか。今日はいとこ会ということでね、集まってもらってますけども、いとこ会のですね、本来であればホテルでも借りてやればよかったんですけどもね、石原家の姉さんにご無事にて、石原家でね集まるようにしてもらいました。ナスのからし漬け、ゴーヤ、これはね、生姜の佃煮。生姜の佃煮。上手によくあれしたじゃん。すごい。山椒の天ぷら。味はこっちなの？もっとすごい味がするかなと思って全然。匂いは山椒の匂いだった。匂いはするけどね、あんなに辛くはない。食べるほどに弱って。